政治とは、恐怖政治とは、権力者が、自らに反対するものを投獄したり、殺戮したりなどという苛烈かつ暴力的な手段を、用いて弾圧することによって国民に恐怖を抱かせ、強引に自らの権力を保つような政治全般の、ことである。暗黒政治とも言う。恐怖政治は、フランス語の普通名詞で、テルルであり、もともとの語義は、恐怖だったが、 フランス革命時にロベスピエールらが人々に恐怖を引き起こさせるような政治手法をとり、当時の人々がそれをテルルと表現し、その後も同様の政治手法を用いる権力者が登場したことで、それも同様に呼ぶようになった。フランス語においてはメタファーの技法や指摘表現が発達しているため、フランス語話者にはテルルだけで十分伝わるが、日本語の語感では、 恐怖だけでは分かりづらいので、後ろに政治を付け加えて明示することで、恐怖政治と訳している。この、テルルが、テロの語源でもある。特に、フランス革命時のテルルだけを指す場合は、フランス語では前に定冠詞のラをつけて、大文字で、始め、ラテルルと表現する。独裁政治や非民主的な政治というのは、しばしば恐怖政治に陥るとされている。 本校では、フランス革命時の恐怖政治から解説し、その後に、フランス革命後の恐怖政治一般について解説する。ロベスピエール・ロベスピエール派は、恐怖時代をもたらし、革命反対派、恩恵派、過激派など、反対派の人物を、次々と処刑した。処刑された人物は、ジョルジュ・ダントン、カミー・ユ・デ・ムーラン、ジャックル・ネ・エベール、アントワーヌ・ラボアジェ、 リュシル・デュプレ氏など数知れない。恐怖政治が行われた間、パリだけで約1400名、フランス全体では約2万人が処刑された。処刑方法には、重殺刑が多かったが、ギロチンによる刑がよく知られている。ただし、プレリアール22日法の制定によって、司法手続きが大きく簡略化されたため、正当な裁判なしでの死刑や獄中死も多く、 それらを含めると犠牲者は4万人を超えるものと思われる。ジャンジャックルソーの著作で述べられている社会を目指したことでも知られている。当初、山岳派はサンキュロットら市民に支持を受け、恐怖政治家においてもそれは認められていたが、一般市民にも逮捕が及び、また、比較的平和に近づいてくると、恐怖政治は支持を失っていった。この政治形態は、 1794年7月27日に行われたテルミドールのクーデターでロベスピエール派が失脚するまで続いた。1793年3月10日、革命裁判所が設置された。革命裁には上訴審がなく、簡略にして強力な決定権を持つ危険な機関であった。告発検事には風景タンビルが任命された。 同年3月21日から4月2日にかけて、議会は各コミューンに、反革命派取締りのための監視委員会の設置、9人から、なる、公安委員会の設置を決定した。そして4月6日、革命裁判所の最初の法廷が開かれ、公安委員会が発足、恐怖政治への道を開いた。このコロジャコバン派では、ジロンド派と山岳派が決裂し、 ジャンポール・マラーやロベスピエールはジロンド派を裏切り者として攻撃した。当時、食糧難や経済の混乱から各地で民衆のデモが頻発しており、ロベスピエールはこの人民を利用する計画を立て、集会に参加するサンキュロットに金が支払われ、人民を先導する方策が講じられた。5月25日、ロベスピエールは人民の放棄を求める演説を行った。 5月31日、ロベスピエールの計画に基づきジロンド派のおよとしが開始された。33のセクションの代表者が集められ、コミューンと協力し、人民軍の指揮はアンリオが取ることになった。6月1日、ジロンド派のロラン夫人が逮捕、ジロンド派の新聞は禁止された。翌日、アンリオは武装した軍衆を率いて、国民公会を包囲。 逃亡しようとする議員に議事の進行を要求、ジロンド派幹部の議員29名と大臣2名の追放と逮捕が議決された。後に29人のうち20人が地方へ逃げたが、そのうち数人は処刑され、2人は自殺した。こうして6月2日からジャコバン派読祭が開始される。シャルロット・コルデによるマラー暗殺山岳派読祭開始後も、 当初はジロンド派の抵抗が見られ、地方では6月2日事件への反発が強かった。ジロンド派の宣伝に影響を受けたシャルロット・コルデーが7月13日にマラーを殺害した。しかし、こうした抵抗も虚しく、多くの人間が断頭台の炉と消えることとなる。6月23日には1793年憲法が制定される。民衆や サンキュロットなど議会外の要求を代弁するアンラジェのジャックルーやバルレの主張により、より大きな権限が公安委員会に付与されることになる。公安委員会は再三改訴され、7月にジョルジュ・ダントンらは排除され、9月に最終的に12人の委員が決定された。これにより、ロベスピエールが指導権を掌握。 ジョルジュ・クートンとルイ・アントワー・ヌ・ド・サンジュストなどがそれを補佐する構造が完成した。革命裁判所では検察官のフーキエタンビルが過酌のない弾圧の執行者となった。山岳派は、農民の心をつかむため、6月には、国有地の小区画での売却や、共有地の分割を認める法律を制定しており、7月17日には、領主権の無償廃止を決定する。 さらに、27日には、小麦を独占、引得した者に対する極刑を規定した。山岳派と国民公会は、要求に応じる形で、巧みに自分たちの政策実現を果たした。この頃、民衆が武装して、一段となって立ち上がるべきだ、という要請が直接行動を重視するセクションの意見として議会に提出されていた。ロベスピエールが議長となった。 国民公会は8月23日、ダントンの介入でこれを採択。しかし、これはセクションのイメージと違い、軍を立て直すための一種の国民、総動員令であった。これにより93年秋から94年春までに40万近い兵力が調達された。公安委員会は9月5日に、ジャックルーを9月18日にはバルレを相次いで逮捕した。 アンラジェのクラブや出版物も,も禁止された。9月には民衆のデモに応えて食料の価格統制が定められ、同月末には全般的価格統制法が制定され、経済統制が実施されるようになった。10月10日、サンジュストが公安委員会を代表して演説し、国民公会はフランスの臨時政府は平和が到来するまで、 革命的であり続けることを宣伝した。王妃、アントワネットの処刑10月16日には、王妃マリー・アントワネットが処刑された。粗末な服を着せられ、両手を後ろ手に縛られた彼女は、群衆の中を形状に送られ、断頭台の炉と消えた。ついで、ジロンド派の粛清が行われた。国民公会は3日間しか、弁論の期間を与えず、21人のジロンド派全員が、 死刑判決を受けた。うち一人は自殺し、ブリッソー、ピエール・ベルニオラ20人は10月30日に、ギロチンで処刑されたが、処刑に要した時間はわずか38分であった。11月8日にはロラン夫人が処刑された。彼女は、ああ、自由よ。何時の何においていかに多くの罪が犯されたことか、と叫んだという。その死を知った夫のジャンマリー・ロランは自殺した。 さらに天文学者で、パリ市長でもあったフィアン派のジャンシルバンバイや三頭派のリーダーであるバルナーブも処刑された。逃亡中のコンドルセは服毒自殺した。国王ルイ15世の愛称であったデュバリー夫人は、金持ちというだけで処刑された。また有名な科学者のアントワーヌ・ラボアジエは、朝鮮受け追い人の仕事もしていたために審理が、終わらないまま。 共和国は学者を必要としないという理由で処刑された。ルイ16世の死刑に賛成票を投じた王族のオルレアン公が処刑されたのは1793年11月6日のことである。12月4日、法令により政府の細目が制定される。これにより、公安委員会が外交、軍事、一般行政を保安委員会が チアミジを担当することになった。1794年には、ルイ16世の妹である、エリザベート王女、ルイ16世の弁護を務めた、ギオーム・クレッティアンド・マルゼルブ、ラ・ロシュ・フー・コーリアンクール公爵、詩人のアンドレ・シェニエも処刑された。後に、皇帝ナポレオン一世の皇后となるジョゼフィーヌの先父アレクサンドル・ド・ボアルネッシャクが処刑されたのは、 テルミドールのクーデタのわずか4日前の7月23日のことである。革命裁判所が死刑を宣告した数は、1793年9月中旬から10月中旬までに15、次の1ヶ月間には65、翌年の2月中旬から3月中旬には116、3月中旬の1ヶ月では155、4月中旬からの1ヶ月では354。 にという風うに、全時増加していき、それに合わせて、裁判手続きは簡素化された。中央のパリでジャコバン派がイニシアティブを取った後も、地方では、応答派やジロンド派の勢力が残っていた場所があった。革命政府はそれらの地域に対し、中央のパリから、発見議員を送り、反革命派の粛清を図った。これに対する反革命派の抵抗により、フランス全土は、 内戦状態に陥る。内戦により、バンデ、リオン、トゥーロンで、革命軍による虐殺が起きた。バンデの反乱は1793年末までに、ほぼ鎮圧され、ロワール川を渡り、ブルターニュを目指した8万人の農民のうち、生き残ったのは、わずか4、5000人であった。リオンでは、派遣議員のジョゼフ・フーシェ、ジャンマリー・コローデル・ボアの指導の下に、 教会の略奪が命じられ、ハントの処刑が4ヶ月にわたり、簡単なく続けられ、犠牲者は2000人を超えた。トゥーロンでは、陥落後にポール・バラスとルイ・マリス・タニスラ・フレロンの、指揮下で1794年1月末までに1000人以上の処刑が行われた。ジャコバン・派内では、マクシミリアン・ロベス・ピエール、もしくはサンジュストとジョルジュ・クートンを加えた。 三党政治家、へのジョルジュ・ジャック・ダントン派とジャックル・ネー・ベール派の戦いという形で分派闘争が起きる。1794年1月8日、ロベスピエールはジャコバンクラブで両派を激しく非難する演説を行う。矛先はまずダントン派に向けられた。インド会社の解散に伴う生産における横領が発覚し、1794年1月13日、 詩人、ファーブル・デグランティーヌが逮捕され、外国人から収賄している議員の名前を暴露した。これにより、議員や、銀行家、投機家が逮捕された。2月、ロベスピエールは、民衆の革命政府の原動力は、徳と恐怖である。徳なき恐怖は有害であり、恐怖なき徳は無力であるという有名な演説を行い、革命政府を擁護する。 2月末から3月初め、サンジュストが反革命派の土地を没収し、貧困者に無償で配分する万党図法を提案する。これには民衆運動を味方につける狙いがあった。エベール派は民衆に対して公安委員会に反対して革命的運動を取るよう呼びかけた。3月13日、国民公会でサンジュストが 悪徳に対して戦えと叫んだことから、エベール派の指導者が逮捕された。3月23日、エベール、ロンサン、アントワーヌ・フランソワ・モモロ、ジャン・イコール・バプティスト・クローツなどの過激派は、外国人と通謀し、市民を腐敗させる計画を練っていたとして処刑された。その後、ロベスピエールは、名誉のダントンを排除することを決定し、ダントンの腐敗について記したノートを、 三十ストに手渡した。国民公会で、ダントンの逮捕が決定され、三月三十日に、ダントンは、カミーユデムーランらと共に逮捕された。ダントンは、法廷で熱弁を古い検事の論告を押し返したが、発言が停止させられ、彼が退席したまま討論が続けられ、四月四日に、死刑判決が出され、翌日執行された。ダントンは、首切り役人に、 俺の首を人民に見せてやれ。それだけの値打ちはあると語った。弾頭台は弾頭派の処刑で血の海となり、首切り役人は、言われた通り弾頭の首を、高々と差し上げて、群衆に示した。パリで、革命裁判所が設置された1793年4月から94年6月10日までに、1251人が処刑されたのに対し、審理を経ない。 略式判決が許された6月11日から7月27日までのわずか47日間で、パリの弾頭台は1376名の血を吸い込んだ。恐怖政治のために、反革命容疑で逮捕拘束された者は約50万人、死刑の宣告を受けて処刑された者は約1万6000人、それに内戦地域で裁判なしで殺された者の数を、 含めれば、約4万人に上ると見られる。恐怖政治は、疑心暗鬼の悪循環を生み出し、ロベスピエールらを孤立化させ、テルミドール反動を弱気する。ここでは、フランス革命後の恐怖政治について解説する。恐怖政治とは、権力者が投獄、殺戮等の荒烈な手段によって、反対者を弾圧して行う政治のことである。 具体的には人々を弾圧したり脅迫することで、恐怖を持たせ、権力者に反対意見を言えなくなるようにすることで、自らの権力を維持し、その政策等の貫徹を図ろうとする。工事縁に、投獄、殺戮等の過劣な手段とあるように、権力を握った者が人々を逮捕し投獄させたり、殺害したりすることもある。 一般的に、権力者が、自分自身で直接逮捕に出向き、自分の手で監獄に連れて行くわけではなく、秘密警察、監獄、公安警察など、権力者の手先となって、逮捕、習慣を実行するような組織を作り、そこに属する者に実行させる。逮捕や習慣は時に法律に基づかず行われる。 権力者の意に従わないかもしれないと少しでも思われたものは排除される。逮捕直後に取り調べなどと称しつつ暴力を振るって殺してしまう事例も多い。逮捕直後に殺さなかった場合でも週間後に人々にわからないように殺してしまう。逮捕された人の家族から見ると家族が傷だらけの遺体で帰ってきて警察機関のものから 取り調べ中に自殺したなどという作り話を聞かされたり、あるいは消息が全くわからなくなるということになる。恐怖政治を行う権力者はしばしば密告を奨励し、人々を相互監視の状態に追い込む。たとえ現状の体制への不満を持っていても、恐怖心のあまり発言や行動すらできなくなる。クーデターなど現体制の破壊を目論む行動は、徹底的に弾圧される。 他方、ロベスピエールと並んで、恐怖政治を行ったと、しばしば言及される。政治家には、オリバー・クロムウェルなどがいる。革命後のロシアで、恐怖政治を行ったスターリン。20世紀の恐怖政治について解説すると、ロシア革命後のソビエト連邦で、ヨシフ・スターリンが、恐怖政治を行っていた、ということはしばしば指摘されている。 スターリンは自らに少しでも反対するような様子を見せたら、半革名とみなして粛清した。もっとも、ウラジーミル・レーニンも、皇族、貴族、資本家などを裁判なしで多数処刑しており、スターリンは、レーニンの手法を継承、拡大したと考えられている。ドイツのアドルフ・ヒトラーも、スターリンなどと並ぶ独裁者とされ、ケシュタポなどを使って、人々を監視。 投獄するなどの手法も用いた。だが、ヒトラーの場合、その主たる政治手法というのは、恐怖政治というよりも、巧みな演説術や言葉の抑揚、身振り等によって、民衆を熱狂、陶酔させるところに力点があり、ヒトラーの行動というのは、当時のドイツ国民の期待に応えているような面も、多かった。ファシズムを掲げ恐怖政治を行ったムッソリーニ。イタリアでは、 ベニート・ムッソリーニが恐怖政治を行い敵対勢力への弾圧を行った。ただし、スターリンやヒトラーのような大量虐殺や大規模な収容所の設立には至らなかった。憲兵を使って人々を監視、同活、投獄する恐怖政治を行った、東条秀樹。日本でも、東条秀樹が憲兵を用いて人々を監視、同活。 投獄するという独裁的、恐怖政治的な手法をとり、一般民衆は監視、同喝され、言いたいこと言うべきことを言う方法も勇気も、なくなってしまったという実態がある、と、高血厚氏は指摘した。韓国の僕世紀の政権は、恐怖政治の実態があった、と指摘されることがある。また、開発途上国や社会主義国においては、政治の安定や、 社会の近代化を優先したり、計画経済を推進するために、強権移動値に陥りやすく、程度の差はあれ、恐怖政治を伴う傾向がある。ABC 工事園第6版参考までに、フランス語の定義は、テルル、プールコレクティブ中、オンフェリニーダニュムポピュレーションポアブリーゼ、サレジストンス、レジームポリティークフォンドシュールセットプール、シュールエル。 アンプロアーでミスレス・ディ・エクセプション、ハット・リントン、マリーザ、ロベス・ピエール・ザ・テラー、マリーザ・リントン。レビューズ・ザ・ライフ・キャリア・オブ・ワン・オブ・ザ・モースト・ビラファイド、メイン・ヒストリー。ヒストリー・トゥデー、8、23、カ山県、世界の名言・リン・の言葉 PHP 研究所、岡田孫治、パーソナリティ障害、いかに接し、どう克服するか PHP 研究所。 ブと見た、スターリンの大テロル、恐怖政治のメカニズムと抵抗の諸層1998、キリウ・ミサオ、知っておきたい世界の悪人、暴君、独裁者2008年、憲兵政治、監視と同活の時代2008ロジ吉ヨ牧政権の素顔、その恐怖政治、腐敗政治の実態1974。ありがとうございます。